あのね、彼女とマリオカートやったっていう動画があるんだよ。彼女とマリオカートやった動画あるんだよ。それ見せてくれ。そっちの方が500再生かもしんねえ。妹とやるっていうやつあるんだよ。その時付き合ってた彼女となんか、あるんだよ。じゃあ上げてるんだよ。妹と一緒にマリオカート実況プレイするよみたいな。ちなみにもう一個あるんだよ。なんだっけな。じゃあ俺がだから消した動画は、みんなの日の目を浴びずに消した動画全部で3本あって、46億で物語と、そう、彼女とマリオカートと、あと一個なんだっけ、違う。俺のその時付き合ってた彼女に下ネタを言わせながら、ただひたすらマリオをやらせるっていう、エッチなバスツアーマリオっていうタイトルで、それは1500再生ぐらいやったから、当時ランキング乗ったからね、俺一切声出してないのに。右手に見えますのは、みたいなこと言いながら、あれなんで伸びなかったんだろう、あれ伸びないとかニコニコ動画マジで、先見の明がね、あったんだよ、俺が。敵キャラを全部、エッチな、ものに見立てて、例えばパックンフラワーは、女性器。クリボーは、祈祷みたいなのを、ちょっとそれマジで見たいわ。あれ、絶対、あれも自信作なんで絶対面白いのね。絶対面白いの。俺の6ポケとかがランキング、6ポケランキングに乗って消しちゃったんだ。このままじゃなんか、めんどくせえことになるって。あ、これ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 だこれだ。ちょっと待って、しかもなんか、これだ。マジか、超懐かしい。ちょっとエッチなバスツアーマリオ。これだ。ちょ、消えちゃってんだよ。すごくない？再生数1000いってんだよ。本日もご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。今回、当バスが走りますのはマリオ3、ステージ1の1でございます。揺れますので、ご注意ください。これだ！あ、違う！うわ、すげえ懐かしい。8月25日なんだよ。ちょっとエッチなバスツアーマリオ。うわ、これ超見てー！これ再生数すごくない？ 1000 いってんだぜ。コメント272、マイリスト29。うわな、マイリストがあんのか、まだ。好きだ、ハム様っていう、アカウントでやってんだ。好きだけど好きじゃないかも、バイトトロ。意味わかんねえな。当時から光るものがあるな、俺の、なんかあれに。なんかその当時付き合ってた彼女からそうやって呼ばれてたんだ、俺が。ちょっと待って、このアカウントなんか開けてねえのか。うわ、このアカウント探してえな、ちょっと。俺の第二のアカウントにしてえな、これ。あ、でも彼女のなんかメアドかなんかやってた気がするな、これ。これ見たい、ちょっとだけ。もう絶対自信作なんだよ。俺がもう台本考えてさ、何分の動画 ?3 分の動画あんだよ。ちょっとコメント見よう。絶対受けてたと思うんだよ。当時のニコニコにさ、めちゃめちゃフィットした。続けてたら絶対人気者だったんだな、俺の彼女。子供のための健全なゲームを冒涜するな。言われてんね。ほら、すげえ受けてんだろ！めっちゃ受けてんだろ！台本作って読んでんの、そうなんだよ。女の下ネタつまらん。うわ、これ見てえな、マジで。これ見てえな。抱かれた。なんだ？ひどいなんかあれなんだよ。下ネタ。もう俺が言えないし、もうおまんこって俺言えないんだけど。言わせてたはず、俺は。
ちょ、お前なら言えるから言ってくれっつって。俺の代わりに。代弁して、もう一人の人格だったんだよ。その当時、付き合ってた、彼女に言わせてたんだよな。うわ、懐かしい。ちょっとエッチなバスツアーも、そうなんで伸びる動画だったんだな、絶対。3日で消して再生1000いってたんだよ。当時、何のアカウントの応援もない状態で、毎日墓参りでさ、なんでバレてんだ ?2010 年に。マジかよ。すげえな。発見してたのかよ。これが伸びねえとかマジおかしいんだよな。ちょ、マリオカ、これだ、マリオカート絶対。おい、ちょっと待ってくれ。大変なことになってんだ、再生数が。タイトルもいいね。妹をリモートしながらマリオカート64。再生数109、コメント11、マイリスさん。マジかよ、こんだけかよ。しかもコメントひでえな。ちゃんとこの動画についてコメントしてくれてるやつが一人しかいない。仲いいなってやつ。多分、1って多分俺がコメントしたはずなんだよ。これ7月9日に1って多分俺がコメントして、あと全部うんこちゃんっていう。え、なんでこれ2010年に分かってんのこれ。なんで2010年に分かってんの。こいつだけだな。俺の動画にちゃんと動画のコメント残してくれたのは仲いいなって。こういうやつ大事にしよう。こいつまだ見てくれてねえかな。みんなも妹をリモートしながらマリオカート60を見てな。いや、放送で絶対言ってないはず。絶対言ってない、これは。なんでかっていうと、再ウップされたらすげえ困る。当時なんかだってさ、2010年って言ったらさ、多分まだ彼女と付き合ってただろうし、この時付き合ってた。あれ?俺いつのあれだっけな ?2010 年の、え、待って、2009年、じゃ、2000、あ、別れてるわ。はぁ、いや違う、これ俺絶対コメントしてないよ。1っていうのは俺コメントしたけど、自分の動画にはあんまりコメントしないっていう。6ポケ上げた時は盛り上げようって自分でコメントしてたけど、それ以降なんか、しかもバレたんだよ、それが。おい!このうっぷ主自分で自分の動画にコメントしてるんだよ。バレてやめたんだよ。自演してたっていうか、盛り上げようとしてた。ここはなんとかだよな、みたいな。ロナッツ。ちょっと待ってね。LINE 返させて。リモートをリモートしながらマリオカード64。一応当時、彼女作っちゃいけねえみたいな。ちゃんと俺、分かってたんだな。言ってもよかったんだけどな。言ってもよかったんだけど、なんか、個人情報は絶対出しちゃいけねえんだなっていう。おい、待て。妹をリモートしながらファイナルアンスやった。これ多分俺だろ。おい、ちょっと待て。シリーズ化してんのかよ、俺。うわ、さすがだわ。しかも、一番俺ね、俺自身のあるファイナルアンス。ちょっと待って。ちょっと衝撃のマイリスト。マジかよ、マイリスゼロだろ。妹をリモートしながらファイナルファイト2。いや、これはもう伝説の動画ですよ。これはもう伝説の動画だから、みんな見てな。妹、おー、it's a bitch。俺そうだね。近年稀に見るクソ動画。
はー、楽しそうな兄弟だな。ごめんな、嘘ついて。うわ、俺あげてたんだな。え、なんでこれ分かったの？妹をリモートシリーズ。またちょっとやろう、これ。これシリーズ化しよう。妹をリモートしながら。ゴロリあたり使って。これ次単発であげるからよろしくな。妹をリモートしながら。うわ、これ俺の記憶から完全消えてたわ。完全に消えてた、俺の記憶から。